こんにちは、速稼塾の久保です。この億万長者合宿レイジのやり取りももうすぐ700話になるわけですけども、もう時期ですね。1000話まで行って次のシリーズ始まりますね。毎日こうやってやり取りしてると、本当に何と言いますかね、歯磨きしたり顔洗ったり着替えたり、そういうのとあんまり変わんないですね。で、 YouTube ってのはすごいなと思うのと同時に、不思議だなと思うところは、相変わらずですね、 YouTube すごいなっていうのはその影響力ですよね。影響力が格段に強いっていうこと、そして同時に不思議だなっていうのは、こんなに手っ取り早い方法があるのにやる人が極端に少ないというね、ことですよね。よくその2つぐらい YouTube やらない理由ってのあると思うんですよ。一つはですね、あんまり喋りが上手ないよっていうところがあると思うんですけども、やっていけば上手になるんじゃないかなと思いますし、YouTube をやらずにもっと上手じゃないことを一生懸命やる羽目になるっていうのに比べたら、どうだろうなと思うんですよね。YouTube やってれば少なくともお金を稼ぐのは上手になるとは思うんですよね。で、もう一つなんですけども、顔出しをしたくないっていうね、不特定多数の人の前にとか言いますけども、これも考え方で、普段不特定多数の人に顔をさらしながらその辺歩いてるんじゃないかなと思うんですよ。それは危なくないのかなとかね、思うんですよね。で、 YouTube ってのははるか彼方にこのインターネットを通じている人に語りかけてるんで、画面からパンチが飛んできてね、殴られるってこともないですし、画面から手がニュッと飛び出てね、懐にある金をパッと盗まれるってこともないんで、安全なんじゃないかなと思うんですよ。それに比べたらその辺歩いていたらね、もしかしたら突っ転ぶかもしれないですし、強盗にやられるかもしれないし、スリに遭うかもしれないし、危ないことだらけでどうなのかなと思っちゃいますよね。で、私いつもそれを思うときに、コンビニのアルバイトの方、名札つけてるじゃないですか。名前まで特定されて、で、出勤とか、あとね、退勤とかもよく見てれば分かりますからね。で、仕事が終わって着替えて自転車で家に帰るところを狙われるみたいなこともあると思うんで、それだったら YouTube の方がいいんじゃないかなと、考え方ですよね。 YouTube に出ててなんかどんな嫌なことがあるんだろうと思ったらあんまりないですよね。誹謗中傷のコメントとか書かれるのを嫌がる人いますけども、誹謗中傷って別にその辺歩いててもありますしね。なんかその小学校とか中学校の頃、私はいじめに遭いましたっていうね、ご経験をお持ちの方、それよりはきつくないですよ、コメント書かれる程度だったら。私はそう思うんですよ。多分そういうふうなね、いわゆるトラウマを抱えた人が YouTube に出ていって、 YouTube でもっとひどい目に遭うってことはないんですけども、ないと思うんですよ。何かひどい目に遭うとしてもそれほどでもないようなクリアするんですよね。ヒカルくんが成功したなんとかっていうのとは全く関係ないんですけども、私別にヒカルくんの動画見たことないんですよね。あんまり存在も気にしてないっていうかね、そればかりか、人の動画見ないですね。人の動画を見なくても自分の発信はできるという、世の中不思議大好き万歳ですね。では、いってらっしゃい。